明治の発売する明治ミルクチョコレートミルクチョコレートは、粉乳を使用したチョコレート。原料メーカーによってはショコラをレと呼称する場合もある。ミルクチョコレートは、チョコレートのうち乳製品を混ぜ入れたものを言う。乳製品とは、脱脂粉乳、全脂粉乳、クリーム粉乳などを指すが、クリーム粉乳を使用している場合は、 クリームチョコレートと呼称する場合もある。ビターチョコレートと比べて濃厚な甘みとクリーミーさがあり、舌触りが滑らかな特徴を持つ。現代においてチョコレートの材料や配合は国際規格や国内規格でその定義が決められている場合が多く、日本では日本チョコレートココア協会によって1971年に設定された チョコレート類の表示に関する構成競争規約によって定義付けがなされている。ミルクチョコレートはその中でチョコレートのうちチョコレート生地の入庫形分が14%以上のものとして定められている。現在ミルクチョコレートと呼ばれる食べ物の歴史は19世紀のスイスに遡ることができる。それ以前もミルクチョコレートと呼ばれるものは存在したが、 チョコレートドリンクに牛乳を加えたものを刺すのが一般的であった。フィリップス・シャールがカカオと砂糖を混ぜる攪拌機を発明したのをきっかけとして1847年、イギリスでそれまで飲み物だったチョコレートを食べ物へと変化する技術革命が起こった。その後、当時薬剤師であったアンリ・ネスレが粉乳を開発したのを受けて1876年に スイスのショコラティエであるダニエル・ペーターによって、初めて固形のミルクチョコレートとして売り出された。ペーターによるミルクチョコレートの発明は、ロドルフ・リンツのコンチング法や、コンラート版法店のココアパウダーの発明、ジョセフ・フライによる食べるチョコレートの発明などとともに、チョコレートの4大技術革命の一つにしばしば挙げられる。 日本では1918年に森永製菓が発売したものが初となっている。ありがとうございます。